はい、めっちゃ。ゲームはい、皆さんお願いします。だけジン、はい、こちら使っていこうかなと思います。まずコピーしとくか。コピー。はい。プレスが強い。プレスが強い。反射バランスアジント。アビリティが超アンチ16バリアに、ゲリショットでアンチダメージオールと底力を吹いております。SS が自強化と停止時に近くの敵を乱打して吹っ飛ばす。16ターンと24ターン。っていう状が、まあね、今見ていた通り、コピーと、長距離クロスウェーブ。まあなんで今回一応2体だけ、コピー要因についてます。うん、まあ、今回の、メルエムのね、特性、なるかも。まあ、を相当騒がれて、まあ、言われてるけど、うん、他がでもちょっとどうなのっていう、ですね、実は。唯一いいとこ、超 AGB かなってぐらいですね。うん、超 AGB はすげえいいですね、これ。やっぱり。まあでも、ジンはね、原作でもちょっとまだ謎めいてますから、いろいろがね。出しづらかったのかもね。出しづらかったしね。うん、SS も現にね、ちょっと、アバウトな感じになってるもんね。超 HB とも相性がいいわけだし、ね。この数字ある、まあ、SS もね、ちょっと使った時に倍率とかランダとか吹っ飛ばしも十分ダメージいこうかなとは思いますけれども。まあ、貴族性結構最近ね、あ、貴族性が出てたもんね。うん、両面めちゃね、いうの来てたけど。もうグングニューとかさせないんですけど、ジンも来たっていう。クロスフェイバーが強いっすね。これは超クロスフェイバー。まあ誰かしらには4方向出てる当たるであろうと。ああ、倒そうか。久しぶりにここでロボットちゃんと倒さなきゃって意識したわ。ブレスが強いですね。うん、ブレスオンにできると。コピーやっぱいいな。コピーっていいよね、やっぱね。コピーはでも、腐らねえな、本当。どっちかコピーついてるな、本当に強い。え、クリティカルか。クリティカル。いや、ジン、本当なんとも言えないな。ジンね。マジでなんとも言えないな、こいつ。使ってみたの段階からこいつだけちょっと様子はおかしかったですよね、うん、あれってなりましたよね。なんか SS のインパクトは確かにあったっちゃったけど、クロスウェーブ、おー、ナイス、いいよく。スタンバってました。ボス来ました。さあ打てるのかと。からちょっとね、ってジンの SS をね、弱点なしのボスなんで、お、クロスウェイめっちゃ入るね。入ったね、今。こんなんしたらね、クロスウェイ使いに行っちゃうんですよ。ナイス、強っ。強っ。さすが。ちゃんと使えば強いんじゃないやっぱ、グラスウェイはね。状況クロスウェイですもんね、これ、そもそも。そう。大体、まあ、25万ぐらい。うん、25万ぐらいか。じゃあ、長距離クロスですか。長距離クロス、20、もうちょっとか。20万8200とかだったですか。あ、21万5200だ。21万。あ、そうです。うまい。無理やりゴーって言った感がすごかったね。立っちゃったのか。かもう上の陣一発目いっちゃってもいい感じですね。おお。これ打ってもいいかもね。飛ぶかな。倒しちゃいますよね、多分。どう避け倒すか。どうしようか。あ、人間を超える日は。まあ、左上なんで打ってもいいかもしれないですね。あと今下がってるからちょっと
やめとこう。そう。出て出てる。意外に行ってるっていう。あれもキャラガッツとかはね、確かに他の艦隊が組めないととか本当にコピー、うん、こういう感じで使うんだろうなって思ってたな、うん、そういうのそこだったらなんか罠ついてきてもいいだろうし、インフレとかもいいかな。ダイニングちゃいますね、うん、一回どうしよういいんじゃないですか、って違うとこ行っていいんだよ。打ちます。まあ、ダウンだからこれ、止まったとこっすよね。あ、そうだ、最後に止まったとこだ。そこ力入るのかな、そっち。ぶっ飛ばしても入った、ね、30万ぐらい入ってました。今50万ぐらい入ったね。今1ランク目だから吹っ飛ばすと50万ダメージ、うん、50万か。2ランク目が75万。いや微妙で、ちょっとね、弱点がないから、うん、もう無理っすね。もう逆転、これちょっと違うところでまた2ランク目説ちょっと行ってみたいですね。はい、入っていきましょう。裏からはい、逃げ回しないでよ。2段階目 1.2 倍 1.2 倍とかふざけてんの。マジで出てないな。弱点ないよ。ここから入るよね。でも多分入る。あー、ギリギリ。いや、待った。あー、一回引いて、まあ、これ下降りてないか。まあ3、4で勝てるのか。弱点なくて、ちょっとまあ今確かに全部なかったからね。今そこ時間、あっ、おっ、うん、かあー、よく分かんないね。まあ底力あったらって感じ。それ込みって感じではなんかやっぱ作られてるのかな。育成のお手本ですよ。ポピーこれが育成だよ。死んだ。はっきり言っていいですか、うん、弱い、こいつ弱い。これはこいつ弱い。いや、もちろんそのコピーでね、一緒に連れてくモンスターの友情コンボが強いってパターンの場合はもちろん強くなると思うんだけど、で今ので弱点で理想火力じゃなかったじゃないですか。まあ、仮にランダムの3倍には考えて固定は一緒なんでね、使っても、まあ超 HP だったらもうちょっと伸びるのか。弱点目の前でやっと 4,500 出せるかなってぐらいでしょ。そうね、でも、うん、いや、そんなうまくいかないってこの SS。 超 HP 発動して弱点カンカンしたら、まあ大概入れ番すると思うから雑魚にランダするでしょ。いや、これはよっぽどそのなんか僕だけ台湾の使ってみた動画かなんかのうまいことのなんかね、さっきみたいに変ななんかランダの使い方とか、まあ、あるのかもしれないけど、普段使いじゃまあやっぱり弱点に力当てるの難しいもんな。なんか複雑っすね。複雑。ジンが好きなだけに。うん。まあ、超 HGB ですかね。超 HGB は文句なく強いんで。うん、超 HGB の男ですね。だって一応16ダメオで超 HGB は一応初になるから。うん、あれで強そう。
山竹を火属性でクリアしろのミッション。あ、底力入るし食らいつつするんですよね、うん、あ、これ山竹だこいつ。こう考えると爆豪強かったんだな。山竹ですね。スキッティコピーできるし、いやでもベースは強いんですけどね。もちろんそのなんかある程度強いってところからのお話になってくるんですけど、うん、今回のハンターハンターの重心化だったり新しいキャラのね、特化した部分とかを見ちゃうと、中でもジンはなんか無理しておかなくていい性能なのかなっていうのはちょっと思いますよね、うん、てかコラボ非超 AGB 続いてるね。すっごいね続いてる。だって今日のメルエンもこれワンチャンさ爆豪とカグラの方が強くねえか下手したら。いやそう思うよ。あ、今日じゃないか明日か。上級、うん、いや俺これ以上ちょっと言うのやめようマジで止まんなくなるわこれ。でも今回のそうハンターハンターコラボの中では一番の外れだと思う。結局メレーム特攻になったとしてもかな。なんでもうちょいもらわなかったんだろうな。え、なんでこの弱くしたんだろうね。うん、なんか別になんか尖ったとこもないじゃん。そうだよね、うん、そうバランスはすごいいいんだけどな、うん、いいんだけど、まあ、カタログスペック見た時からちょっとこいつはやれないかなってのはあったけど、うん、なんかサブの友情もちょっとなんかあってもよかったかなっていうのは思いますけどね、うん、まあでもネテロとカイド並べたらそっち強くなるよね。なる、うん、そうなんだけどさ、いやジンはそうね、いやこいつはもうちょっと無理やり上げらんないっすね、うん、いやバランスが悪いんだ、うん、バランスが悪いんだジンは。なんか特化してよかったっす、うん、そう特化してよかった。他が特化しすぎてるのかもしれないけどね、うん、組み合わせがやっぱ悪い、うん、だね。だから重力ダメよっていうのがまだもう当時は強アビに感じたけど、重力ダメよっていう組み合わせが今強アビに感じないっていうのも、まあ、クエストの次第にはなってくるかもしれないですけど、うんうん、だってこのメンツ見た時に俺一番最初思いついたのは、あ、火属性で行く山竹だからねだから一番最初に見たいこれ思いついたの。いやそれにさ、うん、なんか重力ダメはもう結局来ないしね。来ないね。そうマジで来ない。シャンバラ以降ほぼ来てない。来ないし、ね、だ今回のメレームでこの辺は日の目を浴びる可能性があるので、うん、なんかミカエルとかもさ状態異常のほどハマってるじゃん、うん、グングにいるとかもう忘れてるじゃんみんな。誰ってなってる、うん、はい、というわけなんでまあ、うん、一旦多分ジンはねこういう感じのこれが今後メルエム以降大きく重力ダメはベートーベンのせいなのかね。重心化でなくなったから重力ダメを作りすぎるとベートーベンそっちの方が良かったじゃないかみたいにちょっとなっちゃうのかもね。少なからずその流れで火属性は一気にブロックが強くなったもんね、うん、かもね。そっちかもしれないですね。それも多少あるよね。それはある。それは言えてるもんね、うん、確かに。でそれに応じたクエストゲインにも来たし、うん、うん、来たね。ベートーベン暴れるだけ暴れたからね。まあでもジンは本当待ち望まれてはいたから、ハンターハンターコラボっていうキャラとしてね。間違いない、うん、なんで普通に好きな人はねその強い弱いなく使うと思うんでね、それはそれでやっぱジンが実装されたことに意味があるのかなとは思いますけど、ただ俺こっちのジンのが好きなんですよね。いや自分もね、自分だからね一体こっちは残してるもん。もう、うん、こっちで分けてる。捕まえてみるよって言ってますよね。捕まえる性能じゃないんだよ、うん、それそれジンどっちもかっこいい。かっこいいね、うん。まあ、名言のところだしね、しかもね。仕事は今昔も変わらない。はい。というわけなんで、まあ、コメント欄、いろいろね、ちょっと陣についてあると思いますので、あと、まあ、メレーム待ちますとかね、ちょっとウノを考えようかなとか。まあ、でも、ピックアップあるんで、どうしても欲しいとね、そこで狙うのもありですし、まあ、今後はちょっとどうなるか分からないですけども、現状、ハンターハンターコラボの中では、ちょっと、うんっていう感じのキャラではあるかな。見劣り、他はやっぱね、良すぎて。強くなりすぎちゃったから他のみんなが。そうですね、おかしい。他がおかしいって考えよ。他がおかしいっていうのは間違いない。ジンは普通。まあでもあ確かに、うん、
普通だと思う。普通です。確かに普通だね。これが普通のキャラです。これは普通だわ、はい、間違いない。他がおかしい。これは普通。うんうん、はい、確かに。これがだって新イベントキャラで言ったら多分強いってなると思う、うん、おー強いってなって、うん、おーみたいな、うん、で眠る。まあ、コピーがね、やっぱで最近なんか話題の友情をつけるのが流行ってるんですかね。なんかリボワールぐらいからなんかウェーブ多発してる気がするんですよ、ね。多発してる。尿意棒とかね、うん。で、コピーもさ、出すと評判いいじゃないですか。評判いいね。ハンターハンターの評判のために作られた男かもしれないですね。本当に。確かにな、うん。まあでも、ハンターハンター全体的にすごいいいコラボなんで、一つぐらいこういうポイントがあってもいいかなと思うんで。うん。うん、全部が全部。バランス取れないんでね。そう、全部が全部。全部が全部じゃない。うんコメントでぜひ。はい。いやまあでもこの後ろの鳥の名前なんだっけっていう人はちゃんとお願いします。今回もゲーム大賞4からお会いしました。何でしょうか。以上でした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録。わかります。わかります。そこの君もなくなっちゃったから。わかるよ、わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。していただければね。